プロジェクト世界は、セガとカラフルパレットの協業による、ボーカロイド、初ネミクを中心とした、メディアミックスプロジェクト。略称は、プロセカ。セガより、プロジェクトの中核となる iOS および Android 用、ゲームアプリ、プロジェクト世界カラフルステージ。フィーチャリング、初ネミクが2020年9月30日サービス、開始。ジャンルは、ボーカロイド、リズムアドベンチャーゲーム。 開発はセガとクラフトエッグの開発誌会社カラフルパレットが担当する。キャッチコピーは一緒に歌おう。2019年8月30日、初音ミク関連のイベントの中でも最大級の複合型イベントであるマジカル未来2019にて新作スマートフォンゲームプロジェクト、プロジェクト世界として企画の指導が発表された。ジャンルはボーカロイドの楽曲を使用した。 リズムゲームと初音ミクとオリジナルキャラクターによる物語が展開されるアドベンチャーゲームで構成されている。初音ミクが起用されたセガの初音ミクプロジェクトディーバマイナスシリーズなどの先行作品とはゲームデザインやコンセプトなどの方向性が異なっている。これまでの初音ミク関連作品ではプレイヤーと初音ミクたちが直接向き合い、 リズムゲームなどでコミュニケーションを行う形式であった。対する本作では、現代の日本、渋谷とオリジナルキャラクターたちの、本当の思いから生まれた、場所、世界の二つの世界を舞台に、初音ミクをはじめとしたピアプロキャラクターたち、バーチャルシンガーが、現実世界で悩みや苦悩を抱えた、少年少女たち本作のオリジナルキャラクター20名の、 本当の思いを見つけ出すサポートをするというストーリー性の強い形式となっている。そのため様々なボーカロイド楽曲をプレイできるリズムゲームパートをメインとしつつもオリジナルキャラクターたちの物語を描くストーリーに特に力を入れており、初音ミクたちバーチャルシンガーと本作のオリジナルキャラクターである20名の少年少女たちが織りなすそれぞれの青春ストーリーを楽しみながら リズムゲームをプレイしていくキャラクターコンテンツとしての側面が強い作品となっている。本作は音楽と人間の関わりを支える初ネミクという存在を具現化した作品になるという。このような形式になった理由は本作が若い世代にボーカロイドやインターネット発の音楽をもっと聴いてもらいたいという思いからスタートした企画であったため。そのため、 オリジナルキャラクターを出すことに抵抗感を持つ層がいることも分かった上であえてこのような設定を企画した。また本作特有の特徴として工述するライブ機能バーチャルライブが実装されている。開発はバンドリー、ガールズバンドパーティ、ー、開発、運営を務めるサイバーエージェント参加のクラフトエッグと本作の開発にあたりクラフトエッグ内に新設された 子会社カラフルパレットが担当、バンドリ、ガールズバンドパーティーの立ち上げから関わっていた、同作品の初代プロデューサー、近藤雄一郎が、本作のプロデューサー兼ディレクターを務める。企画は2017年にセガより提案され、当初はクラフトエッグにて開発を進行させていたが、バンドリ、ガールズバンドパーティ、ー、 に続くヒット作を開発するために後には引けない状況を作る必要があると考えた近藤が同社内のプロジェクト世界開発チームのコアメンバーと共にクラフトエッグ内にカラフルパレットを子会社として設立した。開発のコアメンバーはクラフトエッグにて初期のバンドリガールズバンドパーティーに関わっていたメンバーで構成される。 2021年1月にはクラフトエッグからカラフルパレットへと事業譲渡が行われた。当初より企画段階から開発までをカラフルパレットで一貫していっていたが、当時はカラフルパレットに開発実績がなかったため、クラフトエッグとの連名で宣伝をした方が良いという判断が行われた。その後、アプリがリリースされ十分な実績を示せたことから、 事業譲り受けはタイミングとしても良いと判断され、2021年1月8日に事業譲渡が行われた。開発では、親会社のクラフトエッグの制作スタイルを引き継いでおり、開発以外にもキャラクターデザインのほかキービジュアルやゲーム内のカードイラスト、衣装デザイン、カードイラストやストーリー内の背景美術、各種イベントのロゴデザイン、設定、シナリオ作成なども、 カラフルパレットチームで内製している。本作には、初音ミク、プロジェクトディーマイナスシリーズより、プロデューサーの林誠司が、楽曲、シナリオ監修サポートで参加しているほか、3DMV には、初音ミク、プロジェクトディーマイナスシリーズの開発陣が参加。初音ミク、プロジェクトディーマイナスの CG 開発を担当した、セガの開発チームが、3D モデリングを担当。 同作のアニメーション演出、制作や、初音ミクマジカル未来、スノー、ミクライブなどのライブにて、アニメーション演出、制作を務めるマーザーアニメーションプラネットが、3D メガボルトのモーションキャプチャ監修、3D メガボルトアニメーション監修、3D メガボルト演出を担当している。また、同じく、初音ミク、プロジェクトディーバマイナスシリーズや、初音ミクマジカル未来の振り付け、 モーションアクターを担当したソリッドキューブが 3D メガボルトの振り付けモーションアクターで参加するなどこれまで初音ミクに関わってきた企業が企画に協力している本作には業界内で活躍するボカロ P が楽曲クリエイターとして参加しておりデコ27やミッチー M、ピノキオ P、ギガ、マフマフなどのクリエイターが各ユニットや 本作のテーマソングなどのオリジナル楽曲制作を務める。また、一般公募でも楽曲募集を行い、採用されるとリズムゲームパートの 2D モードで遊べる楽曲として登場する。ゲーム内ではキャラクター 3D モデルの衣装やアクセサリーを着せ替えることが可能。衣装デザインはボーカロイドにも縁のあるイラストレーターが参加しているほか、 一般公募で募集されたデザインも採用されている。企画は2014年頃に始動。当初はセガとクリプトンフューチャーメディアの共同企画としてスタートした。当初は方向性が決まらず企画が難航し、2017年頃にセガの開発したゲームソフト初ネミクプロジェクトディーバシリーズとは別の方向性で作品を作ることが決まった。当初は ディーバをベースとする企画案もあったが、スマホアプリの普及のほか、バーチャル YouTuber の増加による視聴者と配信者の垣根の変化、初音ミクが様々なメディアで別のミクを演じたり多様なキャラクターと交わる機会が増えたことで、ディーバとは違う別の展開ができるのではないかという案が持ち上がる。しかし、その後も両者の間で、 スマートフォン向けの企画案が浮かばず、限界を感じたことで、外部の企業に協力を求める。その過程で、クラフトエックで、バンドリ、ガールズバンドパーティーのプロデューサーを務めていた、近藤雄一郎を紹介される。近藤は、ボカロ P として活動していた時期があり、ボカロ曲を作っても、確実に聴いてもらうチャンスが少なくなってきた、現代において、 そんなボカロピーたちのサポートができるような企画を作りたいと考えていた。そのため、この企画には賛同したが、当初は企画参加について即答できずにいた。その後、近藤は改めて企画案を考えて両者に提出。最終的に三者体制で企画が始動した。企画当初はファンタジー要素の強い世界観で設定制作が進んでいた。しかし、プロデューサーの一人で、 クリプトンフューチャーメディアの初音ミク開発者であり、音声チームマネージャー、初音ミク開発責任者の佐々木渡が、ボーカロイドの楽曲は多く、ジャンルを分けることで紹介をしやすくなり聞く方も分かりやすくなると提言したことから、近藤は設定を大きく変更。最終的には、クラフトエックがバンドリ、ガールズバンドパーティーを通して評価を得た。 現実世界に軸を置いた青春群像を生かした設定、シナリオを取り入れ、オリジナルキャラクターが生きる現実世界とミクたちがいる異世界を行き来するストーリー設定が完成した。また、若いユーザーも作品に入り込みやすい現代に舞台を変更し、ジャンルにも近年大きく取り上げられることの多いアンダーグラウンドやストリートを取り入れることになる。シナリオ設定を含め、 開発全体に近藤がプロデューサーを務めたバンドリー、ガールズバンドパーティーの経験が活かされている。物語の舞台は現代の日本、渋谷。登場人物たちは現実世界とキャラクターたちの思いから生まれた場所、世界を行き来する。世界には強い思いを持つ少年少女のデバイスに突如生じるメロディも歌詞もない無音の楽曲。 アンタイトルドという曲を再生することで行き来ができる。ここを訪れたキャラクターたちは、ボーカロイドのミクたちと出会い、交流を通して自分たちの本当の思いを見つけ出すことで、アンタイトルドに名前がつき、歌が生まれる。世界のミクたちは、思いの持ち主が本当の思いを見つるサポートをしてくれる存在として描かれる。世界は、思いから生まれた不思議な場所と、 位置づけられており、思いの数だけ世界が存在している。ミクたちは、思いに応じて、姿や性格を変えるため、世界の数だけそれぞれ個性的なミクたちが存在する。一方で、現実世界でのミクたちは、バーチャルシンガーとして、世界中のクリエイターが作り上げた歌を表現しており、実際のボーカロイドと同じ存在として描かれる。このように、プロセカの世界にて、ボカロピーや、 バーチャルシンガーは現実世界と同じ定義で存在しているが、この要素を細かく描くと、メタ的な要素が濃くなるため意図的に細かい、説明まではされていない。本作では、ボーカロイドのジャンルをバンド、アイドル、ストリート、ミュージカル、アンダーグラウンドの5つに分類しており、それぞれの物語を紡ぐ5つのオリジナルユニットが展開される。バーチャルシンガーたちは、 それぞれの世界に存在しており、世界によって個性や雰囲気が異なっている。また、5ユニットのオリジナルキャラクターたちとは別にミックたち、ピアプロキャラクターズ、通称バーチャルシンガーのストーリーも用意されており、それぞれの物語が展開される。本作は、若い世代のユーザーにボーカロイドやインターネット発の音楽をもっと聴いてもらいたいという思いから企画されている。 そのため、ジャンルには近年大きく取り上げられることの多い、アンダーグラウンドやストリートを取り入れることになった。近藤は、ボカロ曲を作っても確実に聴いてもらうチャンスが少なくなってきた、現代において、そんなボカロ P たちのサポートができるような企画を作りたいと考えており、アマチュアとして活動するクリエイターが制作した曲が少しずつ収録される仕組み等の体制を作り、 それをきっかけに、新しいモチベーションを得て、曲を作る新しいユーザーを生み出し、ネットの音楽シーンが盛り上がる、きっかけの一つを作りたいと考えて、企画を進めた。本作で多様なユニットやジャンルが設定された理由は、初音ミクの世界観を考えたとき、キャラクターたち個人がそれぞれ別のジャンルの曲を、歌うのではなく、数を絞りユニットごとにジャンルを設定することで、 初音ミクの持つ多様性を表現すると同時に新規ユーザーも手をつけやすいカテゴリーの数になるため設定された。ただしジャンルの設定についてはセガクリプトンカラフルパレットの3社で多くの議論を重ねボカロ界隈の曲のジャンルをイメージし最終的に現在の5つのジャンルになったのだという。企画当初は和風のカテゴリーも存在したが 和風は音楽性よりも音色やアレンジの要素が強く、それでカテゴライズするのは難しいと判断され、外されることになった。今回カテゴライズされた中でもボーカロイドの音楽ゲームを作る上で、アンダーグラウンドは絶対に外せない要素としてカテゴリーされた。アンダーグラウンドではキャラクターコンテンツではやりづらい、姿勢感にもボーカロイドの大事な要素として踏み込む。 シナリオ展開を想定している。キャラクター設定やストーリー展開は、バンド、アイドル、ストリート、ミュージカル、アンダーグラウンドの5つのカテゴライズが決定してから制作された。世界という設定は、一人の初音ミクというキャラクターだけを登場させるのは、これまでのミクの歴史や既存のファンに対してやってはいけないことだという判断から設定が作られた。これは、 ボカロは多様性が大事であり、各、ボカロ P ごと、各楽曲ごとに、様々な初音ミクやボーカロイドが存在し、さらに楽曲を聴くリスナーにもそれぞれが考えた、自分だけの初音ミクがいる。そのため、多くの人々によって様々な世界が形成され、そこには世界に合わせた、様々な個性のミクたちがいるという形にすることで、初音ミクの多様性を表現するという方針によるもの。 当初はカテゴリーだけではなく楽曲ごとに世界を作る案もあったが、それでは新規が入りにくい設定になる点や現実的な開発の工程数の問題も発生するため却下となる。このような考えから生まれた設定であるため、現在の5つの世界が今後さらに広がる可能性や新しい世界。 新たなユニットが今後誕生することも想定した上でベースの世界観が作られている。また、クリプトンのキャラクター以外のボーカロイドが関われるような余地も残して設定を作っている。今回、本作に限って20名のオリジナルキャラクターが新規に登場する。そのため、抵抗感を覚えるボカロファンも多いことは当初より予想されていたが、本作は ボカロ文化から反するものを作ろうとしているのではなく、本作を入り口に、ボカロに触れる、新規ファン層に目を向けつつ、今までのファンともうまく寄り添える作品バランスを目指している。そして、新規層が原曲を視聴し、さらに歌ったり曲を作ったりするようになって、ボカロ界隈が盛り上がることを目標としている。男女混合ユニットを設定した理由は、バーチャルシンガーたち自体が、 男女混合のユニットであり、ボーカロイドコンテンツ自体も男女問わず、ファンが多いことから、初期段階より想定して、コンセプトが作られた。プロジェクト世界のオリジナルキャラクターに関しては、クリプトンフューチャーメディアとセガゲームスの監修のもと、カラフルパレットのスタッフ陣が合宿ミーティング等も実施して、競技を重ねて作り上げられている。キャッチコピーは、一緒に歌おう。これは、 世界は広がっていくという思いが込められており、一緒に歌おうは、ミクたちとオリジナルキャラクターたちだけではなく、様々なクリエイターやユーザーも含まれている。また、様々なアーティスト、イラストレーターと一緒に楽曲やイラストを作っていくことを目的としており、コラボレーションの他一般公募も積極的に行っている。各種設定やシナリオ制作は、 カラフルパレットシナリオチームが制作。同チームの山下あずさが、シナリオディレクション、麻酔ア愛が、メインシナリオライターを担当。麻酔が、メインストーリーを手掛け、以降のイベントストーリーやエリア会は、サイドストーリー、レオニの日常、ももちゃんのボイスドラマ、ビビバスアーカイブなど、各種ユニット展開のシナリオ部分、楽曲、メガボルト4コマ漫画等の監修は、麻酔や山下を含めた、 カラフルパレットシナリオチームの4名の女性シナリオライターが執筆、監修を担当している。また、これらのシナリオはディレクターの混同を中心にセガやクリプトンの監修も受けている。ストーリー全体のコンセプトはユーザーから共感される物語にする点と本作のオリジナルキャラクターである20名の少年少女たちを人間として描くことを重点に置いて、 物語が制作されている。これは近藤が以前、初代プロデューサーを務めていた、バンドリ、ガールズバンドパーティーの経験も生きており、当時、キャラクターゲームでの踏み込み方について迷っていた。近藤は、ガルパを通して、登場人物の人間らしさの部分に、ユーザーから大きな共感を得れた経験から、デフォルメをして、登場人物たちを、 どこか作られたようなキャラクターにせず、そこを調整しながら、リアルさや人間らしさ、さらに、姿勢感など全年齢で、表現できるギリギリのラインに踏み込んだ、人間関係やシナリオを描くことを重視している。また、初音ミクという音楽と深いつながりのある、IP コンテンツであることから、物語全体を通して、音楽である必然性を大事にしている。全ユニットのストーリーべてにおいて、 ミクたちの立ち位置はユニットメンバーたちの背中を押すというスタンスに徹底している。これはボーカルソフトウェアとしての初音ミクをプロジェクト世界として解釈した結果、このような形になった。初音ミクは、それ、単体からは音楽は生まれず、クリエイターという何かを表現したい、生み出したいという思いを抱く存在がいるからこそ、その思いが 初音ミクというツールと噛み合って音楽が生まれる。そのような初音ミクの原点と向き合った結果、プロジェクト世界でもミクたちはキャラクターの思いをサポートする立ち位置に設定されている。またミクたちバーチャルシンガーはスマートフォンやデバイスのホログラム映像を通じて現実世界にも干渉する場面がある。これは垣根を自由に飛び越えられるところも ミクの多様性だという解釈から来ている。バーチャルシンガーに関しては、当初より、前後ユニットそれぞれで6名のバーチャルシンガー全員が、登場することは決まっていた。ただし、登場するタイミングはバラバラであり、キャラクターたちの成長のほか、心の揺らぎといったポジティブとは言えない変化など、心の機微に応える形で訪れる設定となっている。女性ばかりのユニットにもイベント、 ハッピーラブリーエブリデイ。おきに男性バーチャルシンガーが登場したが、これに関しては、シナリオの関係のほか、男性バーチャルシンガーは女性人の歌声と馴染むことが当時の技術的に難しかったことも由来する。その後、技術面をクリアしたこともあり、シナリオ展開に合わせて各ユニットの物語にも登場した。オリジナルキャラクターたちの物語は、 ユニット間だけにはとどまらず、兄弟やクラスメイトなど、これから人間として成長していく段階であるで、あうろいろいろな出会いや広がりを描くために、様々な登場人物との関係性が描かれていく。ただし、5つのユニットや、ミクたちが全員集まって、すべての登場人物で共同して、何かをやるというストーリーは一切想定されていない。これは、物語の根幹にある、 キャラクター個人の成長を描く際に全ユニットが集まって何かをするとお祭り騒ぎ的な内容となってしまい、個人の成長をメインとして描くことができないと判断されたため、そのため他のユニットに所属する人物同士の交流が描かれることは多く想定されているが全ユニットが集まることは想定されておらず、あくまでユニットごとのストーリーがメインとなる。ただし、 他のユニットとの出会いがキャラクターの成長につながるという要素は大事にしており、すべての関係性をつなげると、いつの間にか全キャラクターがつながっていたという展開になるように物語が構成されている。ユニットを超えたつながりについては、当初より想定された関係もあるが、中にはシナリオを制作する過程で生まれた関係性も存在する。 例としてイベント、響くトワイライトパレードにて、星の初めかと、草薙ネネの歌を通じた出会いは当初想定されていなかったが、レオ、ニードの当時置かれた状況や一チ自身の問題への気づきを描くために、当初予定されたプロットとは別に描く、必要性を感じたため新たに描かれた。サブキャラクターとなる、イオリやトウのシン、清流院桜子などのキャラクターは、 最初に登場した物語以降も、各ユニットの重要人物として、物語に深く関わっていくようにキャラクターが作られている。ストーリーラインとして、全年齢作品だからといって、綺麗な物語を作ろうとは想定していない。綺麗な物語を作ろうとすると、内容がご都合主義的なものになってしまい、ユーザーからの共感を得られないと考え、 現実的な問題に向き合っていく内容を意識してストーリーが練られている。これはボカロ楽曲を扱う作品としても若い層の抱える葛藤を描くためには綺麗な内容だけでは表現できない内容が多いことにも由来している。しかし近藤は本作のシナリオに共感したとしてもだからこうすべきという制作側の主張は押し付けるつもりは一切なく。 大人にとって些細な問題でも、それに対して様々な葛藤を抱え得る世代に、同じ悩みに向き合うオリジナルキャラクターを通して、勇気をもらって欲しいと考えていると語っている。全体の物語に関しては各イベントごとの整合性やキャラクターの変化、各キャラクターの関係性を丁寧に描くため、当初より用意されていた。 大まかなプロット構成が存在するが、イベントごとに状況に合わせて、当初の予定からシナリオの方向性を変えることもある。これは、イベント、ワンダーマジカルショータイム。にて、直前でシナリオの大幅な書き直しをしたことに由来する。この経験を得て、当初の企画にとらわれすぎず、キャラクターに必要だと感じたことは、その都度考えていく方向性となった。 イベントごとの整合性を保つために当初の企画から大まかな流れこそ変更はしないが当初の予定のままではキャラクターが成長できないと判断した場合などキャラクターたちがリアルタイムにどう感じるかを重要視しプロットに縛られて物語に縛りが生まれることを極力抑えるようにしているストーリーはユニットごとに第一章が完結し ネクストステップへと進んだユニットもあるが、この順番に関しては各、ユニットごとに足並みを揃えることは想定しておらず、一番遅いユニットが第一章を終える頃には、他のユニットの第二章が、すでに終了している、可能性も想定されている。デザインは、アートディレクターのイーズカラカラフルパレットイラストチームと、初音ミック V3、初音ミック V4X、初音ミク NT の、 キャラクターデザイナーであるエキシマが協議しながら制作しており、キャラクター全体のデザインのベースは、エキシマの絵柄に合わせている。また、デザインに関しては、プロジェクトディーバシリーズのデザインとは明確に差別化することを意識して、デザインが制作されている。デザインの際には、ライブ 2D や 3D モデルのデザインとそごが出ないように、カラフルパレット内の各セクションや、 3D モデリングを担当するセガと連携している。駅島は、クリプトンフューチャーメディアの佐々木が、初音ミクが関わる以上成功させたいと依頼を受けて参加した。駅島は、リリース後もストーリー内やイベントなどの衣装デザインに関わっている。駅島の参加は2019年4月、企画の方向性がファンタジーから現代を舞台とした内容に変更され、 新たな世界観のデザイン原案が完成して間もない時期の参加となった。駅島はクリプトン側のアイデアやコンセプトを絵に描き起こしカラフルパレット側に伝える役割を担当。また、駅島が参加した時点でカラフルパレットによりオリジナルのボユニットの原型デザインとキャラクター設定、衣装の一部はすでに完成しており、駅島はこれらのデフォルト衣装案を監修し、時には 実装全体の修正案を作成する役割も担っていた。カラフルパレットからはアートディレクターの飯塚を中心に約10名で構成されるカラフルパレットイラストチームがキャラクターデザインやストーリー内イベントごとに更新される各種イラスト背景美術の制作を担当している。同社のライブ 2D チームやセガを中心とした 3D モデルチームとも連携し、 飯塚はこれらの監修も担当している。イベントごとに更新される衣装デザインに関しては、同チームの20代と30代の女性スタッフ2名がデザインを担当している。本作のオリジナルキャラクター20名のキャラクターデザインは、最初にカラフルパレットイラストチームがデザイン原案を作成し、エキシ島を中心としたクリプトンと 3D の観点からチェックを行うセガの監修を得ながら、 プラッシュアップする方向で制作された。本作は初期段階ではファンタジー要素の強い世界観で企画が進められたが、その後企画の方向転換が行われ、それに伴いデザインも変更されることになる。現在のデザインの作成は2019年2月より行われ、カラフルパレットイラストチームが約1ヶ月間のブレーンストーミングを行い、 何百枚ものデザイン案をもとに5ユニットのイメージボードが作成された。このイメージボードをもとに2019年4月より駅島が参加して監修が行われた。デザイン監修の期間は約2ヶ月。同年6月に各キャラクターの3面図が完成した。デザインの際、飯塚はチーム全体に 3D 化のことは気にせずにデザインを行い、 後から調整するように指示をしていた。これは制約を設けずに自由にデザインができるようにするため、ミクたちボーカロイドは2007年のオリジナルデザインをベースに近代的なデザインになるように、エキシマの案をベースに作成されている。各世界のミクに関しては各ユニットの音楽ジャンルから様々な姿のミクをエキシマが提案していった。この際、佐々木は キャラクターとしてのわかりやすさ以上に各ボカロジャンルとの親和性を重視したデザインを提案した。これはボカロジャンルに元からあった音楽性に応じてミクが姿も含め変化するというボカロの文化とリンクさせるためオリジナルキャラクターに関してはバンド、アイドル、ストリート、ミュージカル、アンダーグラウンドの楽曲イメージからコンセプトを立てて少しずつキャラ付けをしながら デザインが作成された。その際にバーチャルシンガーと共存できるデザインになるように調整されている。レオ・ニードは等身大の女子高生が持つ悩みを描いていくストーリーのためバンドよりも学生をイメージしてデザインが作られている。そのため衣装も高校の制服がベースとなっている。モアモアジャンプは平成後期の王道アイドルをコンセプトに 2020年以降も古いデザインに見えないようにスタイリッシュな面を取り入れている。スカートにはピアノの鍵盤柄を入れて音楽的な要素を取り入れたほか4人チームではあるが希望という花言葉を重視して三つ葉をイメージデザインとして採用している。ビビット、バッドスクワットは衣装に私服を採用したことで他のユニットと違い統一感はあえて重視しない方針が取られている。 そのため、服のロゴ等も、キャラごとに、別のものを作成している。また、クリプトン側が、ストリートジャンルのファッションに造形が深いこともあり、クリプトン、カラフルパレットの両者と駅島の間で競技が、重ねられた上で制作された。ワンダーランズ、ショータイムは、テーマパークのキャストというコンセプトをもとに、王子様、森の妖精、天使、 ヴィランの役割が割り振られてデザインが行われた。ネネロボに関してはプロジェクト世界のマスコットキャラを作ることをコンセプトにミクダ用をベースにネネと共存できるようなデザインとなっている。25時ナイトコードではダークさを表現しようとすると作品コンセプトと異なるファンタジー的なデザインになるため現代的なリアルなダークさを表現するために レオ、ニードと同じく高校の制服を採用。レオ、ニードとの差別化としてセーラー服をベースにした衣装となっている。各学校の制服は、宮松坂女子学園は歴史ある学園というコンセプトからセーラー服、上山高校は親切で自由度の高い高校というコンセプトからブレザーを採用している。また、キャラの個性を出すために、 各キャラクターに合わせた着こなしになるようデザインされている。キャラクターデザインの中には、デザイン協力の駅島が、手動でデザインを担当したキャラクターも存在しており、25時、ナイトコードで、の世界に登場する、初音ミクのデザインを手掛けたほか、ビビットバッドスクワットの、オリジナルキャラクターデザインは原案を、カラフルパレットイラストチームで手掛けつつ、ベース部分の6割は、 エキシマが手掛けている。また、ビビット・バット・スクワッドに関しては、ミクたちバーチャルシンガーも含め全員に想定ブランドが設定されている。特に同チームのオリジナルキャラクター4人は、雑誌のどのスタイルを真似するか、どんな服を購入するかを想定してデザインされており、小羽は、ローティーン・ファッション、ガーリー、アンズは、スポーツ・カジュアル、スポーツ・モード、秋人は、ポップ、アウトドア、 冬渡るは、アンニュイアーティスト風、ロックというキーワードが設定された。他にもブランド設定として、小羽は中高生らしいスタイルからウィゴーなどのブランドを想定しており、ファッション文脈には、まだ詳しくない設定をもとに靴に関しても、ABC マートに行ったら、可愛い,い靴があったから購入したという高校生のお小遣いでも買えるファッションを想定している。一方で、 ストリートの世界の初ネミックはオフホワイトやわいマイナス3などを想定し中高生が気軽には買えないアイテムとなっている。またビビッドバッドスクワットのイベント衣装などにはグッチなどを連想させる要素も取り込んでいる。他にもエキシ島はメイコの肩掛けジャケットなど着こなしについても案を出している。各イベントに登場するガチャ限定の新衣装は 各キャラクターのその時点での要素を詰め込んだものになっており、キャラクターの心情やシナリオをビジュアルに反映させている。これらの衣装は月3回のイベントごとに、各キャラクター全員のデザインを新規に行う必要があり、カラフルパレットイラストチーム内で、シナリオプロットや楽曲をもとに作成している。作成期間は1週間から1ヶ月。 コスチューム案も10着以上の案から選ばれることもある。ガチャ衣装デザインにはエキシ島も参加することがあり、クラシックコーディネート、クラシカルジャケット、1周年限定アニバーサリー、衣装デザイン等のデザインを担当している。3D モデリングはセガと協力会社である株式会社ディッチの2社を中心に、カラフルパレット開発チームも参加する形で、モデリングを作成している。 モデリングチームのリードデザイナーはセガの佐藤渡る。複数の企業で 3D モデリングを制作している理由はライン数を多くできるほか、一社であれば納期の面から回避してしまうような難しいデザインも再現が可能であるため、本作では随時追加される一般公募デザイン衣装のほか、月3回のイベントで追加されるガチャ衣装もあるため、 最低でも月8着の新規衣装モデルを作成する必要がある。そのため、生産ラインは8ラインあり、1着あたりにモデリング、テクスチャ、セットアップ、差分作成で、各工程5日間、契約20日間の 3D モデル作成期間と10日間の監修期間が設けられ、計1ヶ月の制作期間を経て実装となる。差分作成では、 カラーバリエーションや女性キャラクターの胸部差分を作成している。カラフルパレットからは、イラストチームより2週間に4着のペースで新規、衣装デザインが 3D モデリングチームに提出されており、このデザインをもとに 3D モデリングを作成する。時には簡略化についてセガとカラフルパレット、イラストチームの両者で協議することもある。モデリングソフトにはマヤ、 実装にはユニティが使用されている。コスチューム作成の共通素体は男性1体、女性4体となっており、スカラダをもとにコスチューム作成後、身長差はユニティへインポート後に調整している。3D モデルはスマホで動かす制限の中でもスカートの裏側など見えない部分で調整を行い、目立つ部分にリソースを割くようにしている。また、 アウトラインを均一の線ではなく、部分的に太さを変えて、よりイラストに近いモデルになるよう調整されている。揺れ物に関しては、ダンスシーンで違和感を覚えないように、干渉やめり込みの調整をできる限りで行っている。3DMV はセガを中心に制作された 3D モデルを利用して、同じくモデリング制作を共同で担当している。 株式会社ディッチがアニメーション制作を務めている。また、3DMV の演出に関しては、歴代の初ネミクコンテンツのゲームや、リアルライブにて、3D アニメーション制作、演出を務めてきた、マーザーアニメーションプラネットが担当。振付や、各キャラクターのモーションアクターを、歴代の初ネミクコンテンツの振付、モーションアクーを務めてきた、ソリートキューブが担当。 振り付けは各、キャラクターごとに担当ダンサーが決められている。3DMV は当初もっと簡易的なものを想定しており、ステージとなる箱にキャラクターたちが同じダンスを踊る程度のものになる予定であった。その後、議論を重ねていくうちにクオリティが向上し、ダンスも各、キャラクターごとに異なるものに変更された。また、 5つのジャンルのユニットごとのコンセプトを体現することを目標に制作が進められた。制作では特にレオ・ニードに関してはどのキャラクターに楽器を持たせても演奏ができるよう調整する作業が行われている。またレオ・ニードのモーションアクターは実際に第一線で活躍するバンドマンが担当している。演出面では楽曲ごとに オリジナル楽曲の動画を意識した演出が行われている。3DMV 制作、演出スタッフが共通している関係から、演出の方向性は、プロジェクト世界独自の演出を行いつつも、プロジェクトディーバシリーズの演出を参照している楽曲もある。例として、スイートマジック等の楽曲の 3D メガボルト、演出は、プロジェクトディーバシリーズの演出を参考にしている。 他にも、列島上等は、同チームが、マジカル未来で採用していた振付を採用している。制作期間は演出の発案から完成まで、約2ヶ月から3ヶ月程度。複数のメガボルトの制作が、同時並行で行われている。制作は、大まかな方針を決めるプロットやデザインを作成し、それをもとに、大まかな演出を決めて、振付、モーションキャプチャーを作成する。 その後、モーションキャプチャーのデータをもとに、カメラワークや背景、アニメーションを制作する。各工程が完成すると、ディジニテユニティに組み込み完成する。実装の採用基準に関しては、カラフルパレットを中心に実装楽曲を選定している。カラフルパレット側としては、全楽曲採用を目指したい考えであるが、スケジュールやコスト面の問題もあり、 一月の間に書き下ろし楽曲で一つ、既存曲で一つの計2曲を基準に実装を行っている。2DMV は内製では制作を行わず、ボカロ界隈で活躍する外部クリエイターがイラストを仕立て、これまでのボカロ曲の投稿動画のように楽曲と連動するミュージックビデオを作るために企画された。楽曲には既存曲と書き下ろし楽曲の区分けがあり、共に 本作オリジナル映像を定期的に制作している。中には 3DMV が投稿された後に 2DMV が制作されることもある。2DMV は YouTube 公式にてフル尺版が投稿される。2DMV では全ての曲でざくみに流動性があることが特徴となっており、楽曲ごとに各イラストレーターや動画制作者の個性を押し出す方向性で依頼がされている。 内容に関しては、発注時にカラフルパレットによる情報提供や監修が行われるが、具体的な指示は行わず、制作における制限をなるべく排除する方向性が取られている。制作は開発チームにて2 DMV 局の選定と、対象楽曲のアーティスト方向性の企画案を作成し、それを映像制作会社、株式会社ビエ発注。 イラストレーターの選定と段取りを行い、そこから、さらに開発チーム内でザクミの最終調整が行われる。そこでザクミが決定すると、イラストレーターにゲーム内資料を提供し、開発チームの監修のもとで制作が進められる。完成した 2DMV に関しては、楽曲制作者の監修も受ける。すべてが終了すると実装となる。2DMV 制作では作曲した。 ボカロ P 側と協力して、ボカロ P 等交番の映像と連動する施策が取られることもある。オリジナルキャラクターのキャスティングでは、歌唱力も重視しているが、歌が上手いという定義は世代によっても違うという考えから、今風の歌に合う歌唱力という点を重視して、オーディションを行い、各キャラクターの声優がキャスティングされている。歌唱に関しては、 人間の歌声とボーカロイドの音声がうまく、馴染むように、クリプトンの最新テクノロジーが使用されている。声優陣の中には、初音ミクと関連の深い声優もおり、花里実役の小倉ゆいは、初音ミク、プロジェクトディーバマイナスにて、初音ミク専属モーションアクターを担当しており、青柳東也役の伊藤武とは、過去に、ボカロ P、21世紀、 p として活動していた経歴がある。楽曲制作ではセガと日本コロンビアを中心に楽曲収録が行われており、クリプトンフューチャーメディアでボーカロイド音源の作成、カラフルパレットで楽曲のオーダーとシナリオ面での監修を行っている。カバー楽曲収録ではボーカルレコーディングディレクションを務める日本コロンビアの林千尋が細かいディレクションを行っている。その際、 楽曲のイメージ資料をセガが制作し、カラフルパレットシナリオチームが資料を監修した上で、声優陣に渡され、全体でイメージの共有が行われている。カバー曲の制作期間は、楽曲選定に1ヶ月から2ヶ月、その後、スケジュール調整、カラフルパレットシナリオチームによる監修、キーの調整等の過準備に2ヶ月をかけて、レコーディングを行う。そこから、 原曲の作曲者であるボカロ P 監修の下でミックスを行うのに1ヶ月ほどかかり、最終的に1曲あたり5ヶ月の制作期間を必要とする。ゲームパートの差し調整はボカロ P 自身から指定される場合もある。ゲームに収録する既存のボーカロイド楽曲の候補は、セガ、カラフルパレット、クリプトンフューチャーメディアの3社で検討されている。その際、 若い世代がボーカロイドの音楽に親しめるように幅広く各世代の楽曲は取り入れつつ新しい楽曲の割合を多くしている。楽曲候補はキャラクターやユニットの音楽性なども加味しつつ常に500曲程度がリストアップされている。各楽曲を担当するシンガーの選定も3社で検討しており各ユニットのイメージや原曲のイメージなども優先して 楽曲を選定している。その際、シナリオを担当するカラフルパレットから、どの楽曲がどのキャラクターに合っているかというシナリオ観点によるオーダーや監修が入ることもある。ゲームオリジナルの書き下ろし楽曲は、イベントストーリーをもとに制作するため、カラフルパレットシナリオチームより、シナリオ完成後に、どのキャラクターがメインのイベントなのか、どのようなストーリー展開なのか、 どのような曲調のイメージなのかという情報がセガに提供され、その情報をもとにセガを中心にボカロ P の選定が行われる。選定の際にはボカロ P 自身の作風を重視することが多い。また担当するボカロ P がファンから持たれているイメージと乖離した曲にならないように調整されている。ボカロ P に楽曲を依頼する際にはシナリオの進行度に合わせて 登場人物の情報や街頭イベントまでのストーリー展開などの情報も一緒に提供されている。ただし、ボカロクリエイター自身の持ち味や独自の世界観を表現してもらうため、依頼の際にカラフルパレットシナリオチームより提示される、使用してほしいキーワードや楽曲イメージは必要最低限のものとなっている。オリジナル楽曲を一定のペースで追加し続けることは、 企画当初から決められており、ボカロクリエイターにコンスタントにオリジナル曲を書き下ろして実装していくために、クリプトンのプロデューサーである佐々木が中心となり書く、クリエイターと交渉を行っている。リリース後は、ギガやデコ27、ミッチーエムラがプロジェクト世界の第一波のオリジナル曲を提供したことで、 他のクリエイターより、このユニットの曲を書きたいと声をかけられることも増えたという。オリジナルキャラクターを演じる声優陣とバーチャルシンガーたちが一緒に歌うという取り組みに、関しては当初から共に歌うことを想定していたわけではなく、当初はボーカロイドバージョンと人間バージョンで別々に収録する案も上がっていた。しかし、人間とバーチャルシンガーが共存している本作で、 どう共存するのかを協議した結果、最終的に一緒に歌うという結論となり、本当にそんなことできるのか、クリプトン側と協議しながら、同社の技術を駆使して作り上げられた。これまでも、バンプ・オブ・チキンやアムロ・ナ・ミエなどのアーティストが、初音ミクと一緒に歌う事例はあった。しかし、それは、数ヶ月以上の歳月をかけて一曲を作る手法で、 実現した企画であり、向上的に量産体制が組めるのかは未知数であった。最終的にクリプトンや音楽制作担当の入江の尽力により、量産体制が構築されることになる。本作の編曲、リミックスなどの楽曲制作は、シンガーソングライターの入江明が担当している。入江は、本作にて、オリジナル曲、カバー曲の楽曲ミックス、編曲、 一部楽曲の演奏やプログラミングを担当しており、他の楽曲を人間のシンガーが歌う上での所長生も務めている。入江はミュージシャンでもあるが、本作では大量の楽曲を制作し、そのジャンルも多彩であるため、演奏より音楽プロデューサーに徹する形で、楽曲ごとにチーム編成を変えて制作している。楽曲制作で中核となっているのは、サウンドエンジニアの大役。 ギタリスト、編曲家の小金丸聡、シンガーの佐々木しおり、ドラマーの伊吹文弘など。楽曲制作では、バーチャルシンガーと声優の歌声や伴奏がうまく、組み合わさるよう調整をする。作業、声優の音域に合わせた楽曲キーの調整のほか、楽曲によって音源データ自体がないものに対して一から演奏を、する作業がある。入江が本作に参加した理由は、 2018年に佐藤モカの最低な日曜日フィーチャリング鶴岡流の楽曲制作にプロデューサーとして参加した際にアコースティックの弾き語りにトークボックスの音を混ぜた手法を採用したことがきっかけとなっている。その時期にクリプトンの佐々木と出会い音楽ジャンルにとらわれない姿勢や様々なミュージシャンと交流がある点、佐々木と出会った後に 入江が制作した佐藤もかとミクが一緒に歌う楽曲、スキップなどもきっかけとなり、佐々木が本作の楽曲制作としてオファーをした。バーチャルライブは、セガのプロデューサーであるコスゲとカラフルパレットのプロデューサーである近藤との間で、開発期間中の2018年9月頃に、他のリズムゲームにはない、新しい体験が何か一個は欲しいという話が上がり、企画が動き出した。 最初は、ストーリーの中で、ライブ 2D のバストショットの立ち絵では、表現が難しい、ストーリーの中で繰り広げられる音楽シーンを見られる、環境を作るというコンセプトで開発が動き出した。また、当初は、VR で演出するという案も挙げられていた。実際に、3DMV アニメーションや、現、バーチャルライブの開発を担当する、カラフルパレットの松田達也によって、 VR モードが制作され、アルファ版までは VR コンテンツとして開発が進められていた。しかし、近藤から一人で見ているだけでは体験としては面白くないという意見が上がり、他のユーザーとも一緒に見られる要素を重点に再度、開発が進められ、その過程で VR1 は廃止となり、現在のバーチャルライブのスタイルに変更された。ただし、v r ン自体は、 リリース開始1ヶ月前まで動いており、開発の松田は今後も VR モードは検討していきたいとインタビューで話している。バーチャルライブが現在の方針になってからはリアルでライブに行くのと同じ体感をバーチャルで味わうをコンセプトに開発が行われている。バーチャルライブは開発段階では座席固定で鑑賞をするスタイルであったが、 最終的にアバターが移動できる形に変更された。この仕様変更は開発チーム内で賛否両論があり、競技の末にリリースの4ヶ月前に移動ができるように回収することが決まり、配信3ヶ月前の6月に完成した。バーチャルライブにはカラフルパレットの親会社であるサイバーエージェントゲーム事業部の研究開発チームが作り上げたシステムを基盤として、 システムが作り上げられている。当初は待合室などのモードはなく、直接ライブ会場につながるシステムであったが、開発中に追加されたアバター機世界モードや、ユーザー同士のコミュニケーションを行える場として、待合室機能が追加された。デフォルトのアバターデザインは、世界観を崩さないことを前提に、作中の登場人物のデザインからは、離れたデザインにすることが最初に決められた。 これは人間の思いの集合体でありながらも作中の世界とは別の次元の存在であるアバターを表現するためライブモードでは当初のコンセプトとして数万人規模のプレイヤーが同じライブを一緒に見るという体験が想定されていたその後リリース段階では一つのライブ会場に最大で15人まで参加できるシステムが導入された後に人数規模は 最大100人までに拡大されている。ライブは一人でもゆっくり鑑賞したいプレイヤー向けにプライベートルームが作成できるようになっている。2021年9月26日に開催されたプロジェクト世界アニバーサリーフェスタ2021にて新バーチャルライブコネクトライブの開催が発表された。実装は2021年内としている。コネクトライブは バーチャルライブのリアルタイム版となっており、バーチャルライブのようにあらかじめ用意された 3D アニメーションではなく、モーションキャプチャーをリアルタイムで収録して、本物のライブと同様のライブを行う内容となっている。そのため、本物のライブと同様に公演時間は40分から1時間となり、各楽曲もゲームプレイ時の 3D メガボルトやに、DMV、静止画などの区別なく、 披露する全楽曲が古雑誌で披露される。その際に楽曲の区別なく全楽曲に本ライブの海の 3D ダンスモーションがフルバージョンで追加される。また、リアルタイムで行うため、ユーザーのコメントにもキャラクターが直接リアクションを返すことも可能となっている。本ライブはユニットごとに開催される。なお、本ライブは優勝となっており、無償でもライブの途中までは、 閲覧可能となっている。コネクトライブ開催に先駆け、リハーサル公演の開催も予定されている。これは、実際に、ユーザーの端末で、ライブ鑑賞が可能なのかを検証するためのライブであり、本番より規模を縮小しての開催となっている。本作をプレイするプレイヤーは、作中にて、ある空間で、世界の誕生とその行方を見守る、初音ミクと出会う。 プレイヤーとその空間にいるミクは各世界へ干渉することができず、オリジナルキャラクターたちと各世界のバーチャルシンガーたちを見守ることしかできない立ち位置となっている。そのため、作中に登場するキャラクターたちと直接接触することは一切できない仕様となっている。バーチャルライブでは、プレイヤーのキャラクターたちを応援したいという思いから生まれた世界に入ることができる。 その空間でアバターと呼ばれる仮の姿になったプレイヤーは他の世界と少しだけ繋がっているエリアでキャラクターたちの演奏を見て応援することができる。その光景は世界側からは基本的に観測することはできないがプレイヤーたちの光景はキラキラと光る思いの光として世界側のキャラクターたちに見えることもありそれに対して反応を示してくれることもある。 一方で各世界のバーチャルシンガーたちはプレイヤーの姿が見えている演出がなされていることもある。この世界でも基本的にはプレイヤーはキャラクターたちと接触はできず、現状、作中全体を通してプレイヤーが接触できるキャラクターは序盤に出会う初音ミクのみである。本作の展望としてプロデューサー兼ディレクターの近藤はストーリーの更新と 楽曲追加の頻度を安定して行い続けることを大前提とし、その上で参加するクリエイターや音楽にうまく還元できる仕組みを築きたいと考えている。これは、ボカロ P として活動してきた近藤が、短絡的利益だけを目的に、ボカロクリエイターに接触している企業などを見てきたことで、現在のボカロクリエイターたちの活動をサポートしたいと考えたため、 クリプトンのプロデューサーで、初音ミクの開発者である佐々木は、プロジェクト世界という作品を通して、ボーカロイド曲に対する再発見や、再解釈が進んでほしいと考えている。また、新規参入の若い世代に対しては、ネット上に溢れている膨大なボカロ楽曲を探す、コストをなくしてカジュアルな楽しみ方を提示できなければ、いかに優れた楽曲であっても耳には届かないという、 難しさがあった。そんな中で本作の声優とバーチャルシンガーによる楽曲展開が今の若い世代の価値基準や感覚とシンクロしてボカロ楽曲への新たな入り口として機能してほしいと考えている。下記のあらすじは各ユニットのメインストーリーの内容となる。メインストーリーのほか月に3回配信されるイベントストーリーにて 各ユニットのメインストーリーのその後が描かれている。物語の舞台のモデルとなっているのは、日本の東京、渋谷区。作中には、渋谷スクランブル交差点のほか、宮松坂なども、主要の舞台として、実名で登場する。また、登場人物たちが通う宮松坂女子学園や、神山高校、の貴公園など、宮松坂や神山町、 代々木公園などの実在する地名や場所をもとにしている舞台もある。本作にはオリジナルキャラクターが20名登場する。各ユニット4名ずつに分類されており、それぞれバンドユニット、レオ、ニード、アイドルユニット、モアモアジャンプ、ストリートユニット、ビビット、バッドスクワット、ショーユニット、ワンダーランズ、ショータイム、ショ不明の音楽サークル、25時。 ナイトコードでに分類される。世界はオリジナルキャラクターたちの思いで作られた場所である。しかし、例外として、ワンダーランズ、ショータイムの世界は、天傘笠、25時、ナイトコードでの世界は、朝日生冬と、それぞれ個人の思いから世界が誕生しており、他のメンバーはその世界に招かれた形となっている。そのため、世界の変化も、 一夜真冬の心境の変化によって変わる部分が大きい。一方で、真冬の世界では、エメーの心境の変化によって、鏡音輪が姿を現すなど、招かれたメンバーの思いが影響している部分も存在する。プレイヤーは序盤に登場する、初音ミク以外と直接接触することは一切なく、現実世界とも、各世界とも違う。 別の空間からキャラクターたちを見守る存在となっている。本作の現実世界では、ボカロ P やバーチャルシンガーは、現実世界と同じ定義で存在している。しかし、この要素を細かく描くと、メタ的な要素が濃くなるため意図的に細かい、説明まではされていない。各世界に登場するバーチャルシンガーは、序盤は決められたメンバーのみ登場するが、 物語が進行していくと、他のバーチャルシンガーとの交流も可能となる。ゲーム内では、バーチャルシンガーの声は、ボーカロイドを利用したものが使用されており、声優による音声収録は行われていない。ゲーム内、公式サイトでは、音声ソース提供者がオリジナル CV としてクレジットされている。バーチャルシンガーは世界ごとに人格に大きな違いがあり、特に初音ミクに関しては、 姿や髪の色まですべてが異なっている。そのため、世界ごとのバーチャルシンガーは同じ名前でも全く別の存在として描かれる。レオ、ニードは渋谷にある宮松坂女子学園に通う幼馴染みの女子高生4人で結成されたバンドユニット。略称はレオに、ジャンルはバンド。世界のモチーフは学校の教室。世界にいるバーチャルシンガーは、 初音ミク、グりネルカ、メイコ、鏡リン、カイト。かつては、お互いにすれ違い、バラバラになってしまっていたが、その苦難を乗り越え結成された。デオ、ニードのコンセプトについて、本作のメインライターであるマスイは、等身大の普通の女子高生たちを描くことを念頭に置いている。そのため物語としては、大きな出来事が起きて、 それを乗り越えていくという壮大な物語は想定されておらず、幼なじみたちとの友情や関係性で悩み、時には喧嘩し、時には相談し合いながら困難を乗り越える姿を描くことが重視されている。そのため、起きる事件も友人関係などにフォーカスされ、ファンタジーのような人生を変える大きな問題に直面するわけではないが、 彼女たちにとっては同じくらい重要で真剣な悩みを抱えており、それをどう変えていくかを描いている。中でも最初の物語のテーマは、心のすれ違いであり、本当は一緒にいたいという気持ちを伝えたいけど言うことができない、女の子同士の間で起きる、言える、言えないなどの感情表現を描いている。この感情表現が読み手側に不快感を与えてしまい、 キャラクターが嫌われてしまうような事態にならないように、シナリオ作成段階で微調整を繰り返しており、麻酔は本ユニットが5ユニットのうちで2番目にシナリオを作成するのが難しいユニットだったと語っている。中でも主人公のイチカは自分がこれからどうしたいのかを決められず、それがわからないままなんとなく進んでしまってきた今時の若者として描かれており、そんなイチがミクに背中を押されることで、 自分の中の新しい一歩を踏み出すという物語の構成となっている。モアモアジャンプは宮益坂女子学園に通う女子高生4人で結成されたアイドルユニット。略称はモモジャンジャンルはアイドル。世界のモチーフはライブステージ。世界にいるバーチャルシンガーは初音ミク、鏡オンリン、めぐりねるか、メイコ、鏡オン、レン。 アイドルを夢見る一人の少女とアイドルを辞めた三人の少女たちがあるきっかけで出会い苦難を乗り越え結成された異色アイドルユニットとなる。チームのモチーフは三つ葉のクローバー。四人で共に活動したいという思いを貫くためにネット配信をメインとしたフリーのアイドルグループとして活動している。モアモアジャンプのコンセプトはいろんな壁にぶつかっても頑張り続け、 周囲に希望を届け続けるアイドルユニット。この物語ではアイドル業界の持つエグミも描き、アイドルという存在に一歩踏み込んだ物語を描いている。これは壁があるからこそプレイヤーに彼女たちの頑張りを見せられるのではないかという考えから来ているが、独語感も大事にするためエグミの程度は調節されている。また、アイドルという要素を描く上で、 プロデューサー兼ディレクターの近藤が以前プロデューサーを務めたバンドリーガールズバンドパーティーで描いたアイドルバンドの経験が活かされておりそこで学んだどこまでアイドルのリアルな要素に踏み込んでいいのかという経験が本作のシナリオにも活かされている主人公の実りは自分がアイドルを目指すきっかけになったはるかを彼女みたいなアイドルになりたいという思いだけで助けに行く そのように、お互いに思いを与え合い、もらい合いながら、壁にぶつかっていくアイドルたちを描いており、特に実りとはるかの関係性は、オーディションに落ち続けた、普通の少女が、アイドル業界のトップを張り続けたアイドルの心に、踏み込むための説得力をプレイヤーに伝えることを、重点において、シナリオが手掛けられた。ビビット、バッドスクワットは、女子高生、ストリートユニット、ビブズと、 男子高生音楽ユニット、バッドドックスが伝説を超えるために共同で結成したストリートユニット。略称はビビバス。ジャンルはストリート。世界のモチーフはストリートでメイコの経営するカフェも存在する。世界にいるバーチャルシンガーは、初音ミク、メイコ、鏡音輪、リン、京音、レン、カイト。ビビット。 バッドスクワットはミュージシャンであり今日の父でもあるケンが開催した伝説のイベントラジアンウィークエンドを超えるイベントを開催するために集った実力派ストリートユニット。チーム結成後もビブズ、バッド、ドックスとしてユニット活動はそれぞれ続けており小羽に関しては修行も兼ねて一人で対戦形式のイベントに複数参加するなどチームの形式にとらわれない。 様々な活動をしている。また、チームとしても大きなイベントのゲストに呼ばれるなど高い技術力を有している。ビブズのチーム名の由来は、彼女たちが活動する渋谷のビビットストリートから。本編より2年前から活動している、バッドドックスのチーム名の由来は、人から見れば、バカみたいな夢を追いかける秋人と冬、渡るの2人の様子を頭が悪い。 しつけのなっていない犬になぞらえて秋人が名付けた。犬に構まわれることの恐ろしさを思い知らせるという意味もあるが本命の意味は最高の相棒というスラングから。冬渡るは秋人がチーム名に犬と名付けた理由を昔秋人が犬に噛まれてトラウマになっていることも関係あるのではないかと思っている。ビビットバットスクワットでは心し、信念を大事にしており、 音楽を介して共通点を見つけ一つになっていく物語を描く。このコンセプトはストリートの楽曲から受ける信念を貫くかっこよさから来ており自身の夢を侮られることに対して少年少女たちが反発しお互いにぶつかり合いながらも成長していく姿を描いている。またストリートシーンの音楽をどう扱うかにも重点を置いており ストリート系の音楽に詳しいクリプトンのプロデューサーで、ある佐々木の意見も多く取り入れられている。この物語では、主人公的ポジションにいる小羽ががンズと出会うことで、自分の知らなかった新たな世界に足を踏み込み、自分の手で新たな居場所を作っていく物語となる。その中で、秋人や冬、渡ると敵対しつつも、小羽自身が成長することで、 登場人物たちの関係性が大きく変わっていく様子が描かれる。また彼ら彼女らがどうして音楽に熱い思いを抱くのかを描くために他のユニットではメインとなる人物の視点がある程度固定されているのに対し本ユニットは4人全員の視点が入れ替わりながら物語が進み全員が主人公となりうる構成となっている。ワンダーランズショータイムは人気テーマパーク フェニックス・ワンダーランドにある舞台ステージの劇団員として活動する高校生ミュージカルユニット。略称はワンダーショ。ジャンルはミュージカル。世界のモチーフはテーマパーク。世界にいるバーチャルシンガーは初音ミク、カイト、鏡音、レン、鏡音輪、メイコ、メグルネルカ。錆びれてしまい観客も来ないステージの復活を夢見て活動をしている。 合言葉は、ワンダ方イ。ワンダーランズ、ショータイムの世界は、死の思いから生まれており、他のメンバーはそこに招かれている形となっている。死を通して、レオ、ニードのメンバー全員と交流を持っている。ワンダーランズ、ショータイムは、賑やかなお祭りユニットとして描かれており、企画初期のアイデアが、最後まで残った、唯一のユニットとなる。企画当初、 ボーカロイトとは曲を作るだけではなく、絵や漫画を描いたり、おののが自身のできることを持ち寄り、ニコニコ動画という場所で、みんな一緒に楽しめる点が魅力的だったという話題が、シナリオチーム内で上がり、そのように個性が集まり、みんなで一緒に新しい面白さを作り上げていくところを描こうと、本ユニットが構想された。個性的なユニットということもあり、本ユニットに登場する、 初音ミクもアッパーでカオスな雰囲気となっている。主人公の司は、最初は、事故の主張が激しいキャラクターとして描かれるが、個性的な仲間と出会うことで少しずつ変化していく、様子が描かれる。また、死にとって、妹、咲の存在が彼の根幹につながる大事な要素として描かれている。先の存在は、司という人物像をユーザーが誤解して受け取らない。 ために必要な要素でもあり、メインストーリー序盤のオープニングにて描かれるつかさと、先の過去回想は、シナリオ完成後に改めて書き足された内容でもある。25時、ナイトコードで、は、チャットツール、ナイトコードで25時の訪れとともに活動する、正体不明の音楽サークル。略称は、25。ジャンルは、アンダーグラウンド。世界のモチーフは何もない無機質な場所。 世界にいるバーチャルシンガーは、初音ミク、鏡音ンリン、メイコ、メグリネルカ。メンバー同士は、チャットツール、ナイトコードで交流しており、当初は、お互いの顔も本名も、一切知らなかった。誰もいない世界は、真冬の思いから誕生しており、他のメンバーは、真冬を救いたいと願ったミクが、周囲に助けを求める形で招かれた。現在では、 他のメンバーの影響を受け世界が変化する場面も見られる。メイコは、真冬がそうたち3人の思いに触れ、少しずつ変化することで世界にも変化が起きていると推測している。25時、ナイトコードで、は、メンバーの4人全員が簡単には解決できない課題を抱えており、彼女たちの中で、ある一定の納得を得られることで次のステップに進めるような展開になっている。 そのため、独語感のある物語ではなく、彼女たちがそう決めたのなら周囲は応援するしかない、という物語展開となる。また、あるキャラクターに関しては、死生観にも若干踏み込んでいる。また、全ユニットの中では唯一、クリエイターサイドの物語としても描かれている。死生観などのアンダーグラウンド特有のテーマを描く上では、浅すぎるテーマだとこの内容自体を扱ってはいけない。 ことから、全年齢コンテンツで描けるギリギリのラインを見極めている。また、絶望的な状況で、絶望的な音楽があるからこそ、自分はここにいられるという、アンダーグラウンドの楽曲に含まれる要素は大事にしており、その曲に救われた人がいる事実を重く受け止めて、万人受けはしないシナリオでも、そういう人たちに共感してもらいたいという思いを込めて、物語が描かれている。 これらの要素から本ユニットのストーリーはシナリオ執筆が一番難しかったユニットであるとメインライターのマスイは語っている。本作ではオリジナルキャラクター20名以外の登場人物たちの多くがライブ 2D とフルボイス対応で登場している。初登場時にイラストとボイスがなかったキャラクターも後のアップデートにて追加されることがある。担当声優は ゲーム内のクレジットを出展としている。レオ、ニードの関連人物、モアモアジャンプの関連人物ビビッドバッドスクアットの関連人物、ワンダーランズ、ショータイムの関連人物25時、ナイトコードでの関連人物世界主人公たちのスマートフォンに突然現れた楽曲、アンタイトルドを再生することで開かれる謎の世界。人々の 本当の思いを反映した空間となっており、人の思いの数だけ存在し、思いの形が違えば違うほど、それぞれの世界のあり方が異なる。本編での世界は5つ存在し、住人としてバーチャルシンガーが暮らしている。各世界のバーチャルシンガーは、元となった思いの持ち主たちに応じて、姿や性格など個性が異なっている。操作方法は、 画面の奥から手前に向かってくるノーツを判定ラインに来たタイミングでタップ操作するという形式。ノーツにはタップ、ホールド、スライド、フリックの4種類が存在する。リズムゲームでは様々なボーカロイド楽曲が収録される。楽曲はバーチャルシンガーのみが歌う、バーチャルシンガーバージョンとオリジナルキャラクターのみ、またはバーチャルシンガーとオリジナルキャラクターが一緒に歌う。 世界バージョンの2バージョンで収録される。一部楽曲ではどちらかのバージョンのみでの収録となる。本作では他社製のボーカロイド楽曲も追加され、特にバーチャルシンガーバージョンではハッピーシンセサイザーやシャルルなど他社のボーカロイドによる楽曲に関していくつかは原曲のバージョンのまま収録される。世界バージョンには多くの楽曲でアナザーボーカルバージョンが存在しており、 キャラクターランクをアップすることで、キャラクター個人が歌うアナザーボーカルバージョンを入手できる。難度は、初心者向けのイージー、初心者、中級者向けのノーマル、中級者向けのハード、上級者向けのエキスパート、超上級者向けのマスターの前後段階が設定されている。プレイ人数は一人でプレイする、一人でライブモードと最大5人でプレイする、みんなで。 ライブモードがある。また、オートライブ機能も実装されている。モードには、2D ライブモードと 3D メガボルトモードの2種類が収録。2D モードでは、楽曲に応じて DMV が用意される楽曲と、背景に曲をイメージしたイラストが表示される楽曲の2パターンがある。2D モードの映像の中には、 動画クリエイターイラストレーターによる本作オリジナルメガボルトが制作される場合もある。また実装時には 2D モードの場合でもユーザーの反響を聞いて 3DMV 化を目指していく方針となっている。3DMV モードのある楽曲にも楽曲に集中してプレイしたいユーザー向けに楽曲のイラストのみが表示される 2D モードが用意されている。3DMV モードでは キャラクターの衣装やアクセサリーを自由に変更することが可能。特定の条件下にてヘアスタイルも変更できる。また、楽曲ごとに各キャラクターの 3D モデルを入れ替えてプレイすることも可能であり、他のユニットメンバーで編成することができる。衣装はライブで入手できる素材を集めて衣装ショップで作成できるほか、ガチャでの入手も可能であり。 衣装付き4メンバーを入手すると該当する衣装も一緒に手に入る形式になっている。2021年10月より 3DMV 専用の新ステージが追加される。メンバー育成システムとしてメインユニットを編成してリズムゲームをクリアしたりアイテムを使った練習やキャラクターごとに設定されているキャラクターミッションを達成することでキャラクターランクや ユニットランクを上げることが可能。また、レベル上限を引き上げる特訓やメンバー個人のスキルを強化するスキルアップ、特別なアイテムを消費してメンバーの総合力をアップさせるマスタートレーニングなどがあり、これらの育成要素を活用してメンバーを強化することによりリズムゲームのクリア率上昇とスコアアップを図ることが可能となる。2020年3月30日の ハーフアニバーサリーを記念して、新形式イベント、チアフルカーニバルイベントが4月1日のイベント、君と歌う、桜舞う世界でより開催される。この形式は、プレイヤーが2つのテーマから1つを選び、同じテーマのチームに属する5人と一緒に、もう片方のテーマのチームと合計スコアを競い、対決する形式となっている。勝利すると、ライブ報酬が増えるほか、 グループポイントも加算される。チーム名は運営側より用意されており、キャラクターの組み合わせによって多くの種類がある。イベント期間中はみんなでライブがチアフルライブへと入れ替わる。2021年8月31日には新機能として画像や文字などを使用して、プロフィール画面のカスタマイズが自由に行えるカスタムプロフィールが導入された。 アドベンチャーパートでは、現実世界の街や、世界などのスポットにて、ランダムで表示される SD キャラクターをタップすることで、ライブ 2D によるキャラクター同士の掛け合いが見られたり、一部のスポットにあるショップで、衣装や楽曲を購入することが可能。オリジナルキャラクターは、全編フルボイス対応となっている。また、 ミクたちボーカロイドの音声はすべてクリプトンでチューニングして制作されておりストーリー内とバーチャルライブにてフルボイス対応となる各ユニットのメインストーリー解放にはリズムゲームパートにてユニットごとに経験値を獲得しユニットランクを上げることでユニットごとに用意されたストーリーを見ることが可能となる一方イベントストーリーはリズムゲームをプレイして ポイントを貯めることでも解放されるが、イベント期間を過ぎたストーリーはアーカイブで、いつでも閲覧が可能となる。ストーリーは、最初期に実装される各ユニットの成り立ちを描いた、メインストーリーと定期的に配信される、イベントストーリーが存在する。メインストーリーは、全6ユニットに最初期から実装されており、各ユニット全20は存在する。イベントストーリーは、月に3回。 定期的に開催されており、メインストーリーのその後の物語が描かれている。イベントストーリーには各ユニットが主役となる、ユニットストーリーと様々なキャラクターが織りなす、混合ストーリーがあり、ユニットストーリーでは描き下ろし楽曲とアフターライブが実装される。ユニットがメインのストーリーは2020年10月9日より配信された、レオ・ニードが主役のイベント。 雨上がりの一番星、混合ストーリーは2020年11月9日より配信された、走れ、単育祭。実行委員は大忙しより順次配信が行われている。上記のストーリー以外にカード報酬から閲覧できる。サイドストーリーは前編と後編に分かれており、メインストーリーやイベントストーリーを補足する物語が展開される。解禁するためには、 アイテムの仕様やキャラクターのランクを上げる必要がある。マップ上のスポットでランダムに登場する SD キャラクターをタップすると閲覧可能なエリア会話は各キャラクターの設定や日常風景を補足する内容も多く各ストーリーの伏線的な要素も含まれる。また、イベントストーリー読了後やイベント終了後に新たなエリア会話が収録されることもある。 2020年12月16日には過去のイベントストーリーやアフターライブが閲覧可能なアーカイブ機能が実装された。メインストーリーに関しては2021年1月16日よりプロセカストーリーシアターという形で前後ユニットのキャストコメンタリー付きメインストーリー動画が YouTube 公式アカウントにて前後回配信されている。 イベントストーリーに関しては2021年2月26日よりプロセカアフタートークという形でイベント終了直後の21時30分からキャストと共にイベントの振り返りやアフターライブのリアルタイム視聴などを行う番組が YouTube 公式にて配信されている。全国のユーザーと一緒にゲーム内でバーチャルシンガーとキャラクターたちによるライブを楽しめる機能。 ライブは特定の期間のみ、リアルタイムで配信される。そのため、いつでも繰り返し視聴できるわけではなく、日に数回開催されるライブにリアルタイムで参加する必要がある。ただし、アフターライブに関しては、アーカイブからいつでも視聴が可能である。ライブは、複数人で鑑賞できるモードのほか、一人で鑑賞できるプライベートルームも作成が可能である。 ライブ開始前の待合エリアでは他のプレイヤーとスタンプやコメント機能を利用してコミュニケーションを取ることが可能プレイヤーは自身のアバターを操作して待合エリアやライブ会場を自由に動き回れるようになっているアバターは着せ替えも可能会場ではペンライトのカラーを変更したり自由に振り回すことができるまたスワイプして会場内を移動することができ 様々な角度からステージを眺めることも可能。その他、バーチャルアイテムやスタンプ、アクションなど、様々な手段でライブを盛り上げられることができる。開演時間になると、自動的にライブが始まり、キャラクターたちが楽曲を披露するほか、観客に語りかける MC パートもある。ライブでは1回の開催で1曲から数曲を歌う、構成となっており、 途中から別のキャラクターが参加してくる場合もある。バーチャルライブの種類は、ユニットイベント開催終了直後より、ストーリーの後日談が展開される、アフターライブ、キャラクターの誕生日の際に開催される、誕生日ライブ、様々な記念日に開催される、記念日ライブがあり、アフターライブに関しては、イベントストーリーのアーカイブで再度、視聴することができる。以上の内容から、 開催頻度は月に3回以上となる。アフターライブは当初、ユニットイベントのみの開催であったが、2021年3月20日開催の、混合イベント、天馬山地のひな祭り以降は混合イベントでも、アフターライブが開催される。なお、混合イベントでは、作中に登場したユニットの別視点でのストーリーが展開され、各ユニットの世界が交わることはない。 2020年12月30日のアップデートにて待機エリアの拡張とライブの100人同時視聴が可能となった。2021年9月26日に開催されたプロジェクト世界アニバーサリーフェスタ2021にて新バーチャルライブコネクトライブの開催が発表された。実装は2021年内としている。コネクトライブではライブ内にて一部楽曲を除く。 全楽曲がフルバージョンで披露される。この楽曲は 2DMV 楽曲を含む 3D メガボルト楽曲も対象となり、3DMV 対応でない楽曲も本ライブのみ 3D によるダンスモーションがフルバージョンで追加される。さらに、リアルタイムで出演者がライブを実際に行うため、メッセージを入力することでキャラクターが反応してくれるシステムも追加される。なお、 本ライブは優勝となっており、無償でもライブの途中までは閲覧可能となっている。2021年10月30日現在、ゲームオリジナル楽曲36曲、カバー楽曲63曲、バーチャルシンガーバージョン単独楽曲36曲が収録。合計135曲が収録されている。そのうち 3DMV 収録曲は48曲。 ゲームオリジナル 2D メガボルト収録曲は33曲、原曲メガボルト収録曲は24曲である。なお、3DMV や原曲メガボルトの楽曲も後からに、d m v が公開、収録されることもある。世界バージョンには多くの楽曲でアナザーボーカルバージョンが存在しており、キャラクターランクをアップしたりイベントをこなすことで、キャラクター個人が歌うアナザーボーカルバージョンを 入手できる。また、アナザーボーカルは後日、追加されることもある。他社製のボーカロイド楽曲もバランスを考慮しながら、追加されている。特に、バーチャルシンガーバージョンでは、ハッピーシンセサイザや、シャルルなど、他社のボーカロイドによる楽曲に関して、いくつかは、原曲のバージョンのまま収録される。オリジナル曲のフルバージョンの公開について、2DMV 楽曲に関しては実装される。 イベント期間中からイベント終了直後に YouTube 公式アカウントで 2DMV 付き、フルバージョンが公開される。3DMV 楽曲に関してもフルバージョンが YouTube 公式アカウントにて配信される場合もある。また、カバー楽曲に関してもフルバージョンが YouTube 公式アカウントにて 2DMV 付きで不定期配信されることがあり、公開された楽曲が 2DMV バージョン。 未収録曲の場合は、後日、ゲーム内に収録されることもある。3DMV は2020年12月4日より、YouTube 公式アカウントにて順次公開されており、同日以降に実装が始まった3 d m e g a v については実装と同時刻に 3DMV が YouTube 公式アカウントに投稿されている。楽曲の追加ペースは1ヶ月あたりおよそ5から6曲の、 楽曲が追加されていき、そのうち1から2曲はクリエイターによる各ユニットへの書き下ろし楽曲、残り3から4曲は既存のボーカロイド楽曲の収録となる。また、3DMV は月に最大2個までの収録となる。さらに、不定期でのキャンペーンによる追加もあり、節目の時期や記念日をメインに不定期で複数の楽曲を一気に追加する。これは、 楽曲数の豊富なボーカロイド楽曲をでき得る限り多く収録するための措置である。本作ではプロではないアマチュアとして活動するクリエイターの制作した楽曲も何かしらの方法で定期的に追加する方向で企画が進められており、その一環として楽曲コンテストプロセカネクストを2ヶ月に1回開催し、一般により楽曲公募を行い、 受賞作をアプリ内に追加している。本作のオリジナル楽曲はゲーム内での実装に先駆けて制作されたプロジェクト世界オリジナルのボーカロイド楽曲。楽曲に関しては制作したクリエイターが自身のサイトやアカウントにてボカロ版およびセルフカバー版の投稿を行うことが許可がされておりゲームリリース前は事前投稿以降は プロジェクト世界版のゲーム内配信と同時に投稿されている。書き下ろし楽曲一般公募楽曲2021年10月30日現在、オリジナルキャラクターたちによる世界バージョンは63曲が収録。各ユニットごとの収録曲数は、レオ、ニードが15曲、モアモアジャンプが13曲、ビビット・バット・スクワットが12曲、ワンダーランズ、ショータイムが11曲、 25時、ナイトコードで、が12曲となっている。2021年6月9日のリリースの、レオ、ニードファーストシングル、ニードル、ステラより、各ユニットのオリジナル楽曲が順次発売されている。CD リリ,リースは、ブシロードミュージック。ジャケットイラストは、カラフルパレットイラストチームが担当。クリプトンフューチャーメディアが運営する、ボカロ楽曲レーベル、 カレントでは2021年6月9日以降プロジェクト世界特集としてカレントレーベルで配信中の本アプリ内の収録楽曲をユニット別各キャラクター別で見ることのできる一覧ページが公開されている2022年2月からは各ユニットの世界バージョンの楽曲を収録したアルバム世界アルバムが各ユニットごとに販売予定 収録曲は各ユニット12曲。ジャケットイラストは様々なボーカル関連イラストレーターが担当する。ユニットごとのコラボ企画はキャラクターの魅力を伝えるコミュニティを作るの2点に重点を置いて企画されている。一般公募企画としてアプリリリース前の2019年11月1日よりゲーム内に登場する衣装デザインを公募する一緒に作ろう。 プロジェクト世界衣装デザインキャンペーンを12月2日まで開催。12月16日に女性キャラクター部門にて日々花の未来に羽ばたけ。男性キャラクター部門にて A フローのスターライトレンが採用され、後に実装された。2020年2月25日からはゲーム内に収録される楽曲を募集する一緒に作ろう。楽曲コンテストが開催。 6月13日配信のプロジェクト世界カラフル放送局にて楽曲コンテストの結果が発表され応募総数200曲以上の中から一ノセルポが作詞作曲を手掛けるアライブが採用され後に実装されたアプリリリース後の2020年10月2日からは一緒に作ろう楽曲コンテストプロセカネクストと一緒に作ろう プロジェクト世界衣装デザインキャンペーン。が順次、応募テーマを変えて開催されている。応募内容は、楽曲や衣装デザインごとのテーマに沿った、楽曲、デザインを、楽曲は YouTube か、ニコニコ動画、衣装デザインは Twitter にて、ハッシュタグをつけて投稿することで応募可能となる。採用されると、ゲーム内の 2DMV バーチャルシンガーバージョンとして、楽曲が遊べたり、 3DMV 用の衣装として実装される。一般公募のデザイン衣装の採用基準は、ユーザーが欲しいと思う衣装、キャラクターとの親和性、3D 化に適しているかの3点を基準に選定している。ただし、3D 化の点に関しては、一定の魅力が担保されていれば、CG のメリコミなどは容認する場合もある。2021年8月31日に、 海外版の配信が発表された。リリースは台湾、香港、マカオにて反対アザ版、欧米をはじめ世界約130の国、地域にてグローバル版が配信予定。その他、韓国や東南アジアなどへも順次各リージョンへ展開を予定している。中国版のリリースも予定されている。反対アザ版、世界計画品分部隊。 フィーチャリング初音未来は2021年9月30日配信開始。パブリッシャーは長赤光年。ヌーバース・リミテッド。グローバル版初音ミクカラフル・ステージは2021年配信予定。海外版に関してもシナリオ翻訳はカラフル・パレットが監修している。本作ではリリース当初アニメーション作品の発表は行われていなかったが、 制作自体はすでに行われており、本作のリリース前に一部分のみアニメーションが公開されたことがある。リリースより1年前の2019年10月23日、本作のオリジナルキャラクターや世界観などの情報が初めて公開されたプロジェクト発表会にて星野はじめかのキャラクター紹介の際に、 彼女がアンタイトルドを押して世界を訪れるシーンのアニメーション映像が公開されているほか2020年7月22日に初公開されたゲームプロモーション PV の冒頭にも同様のアニメーションの一部や別のカットが使用されている小さい頭身のキャラクターたちの日常を描くアニメーション作品全10話を YouTube 公式アカウントで公開予定 2021年9月26日に開催されたプロジェクト世界アニバーサリーフェスタ2021にて発表されたプロジェクト世界ではリリース前より2度リアルライブでの演奏が行われている2019年9月6日より開催されていたジャズフェスティバル川崎ジャズ11月17日カルッツ川崎にて開催された最終公演マラシーウィズ 初音ミク、鏡音輪ピアノアコースティックライブでは、第2部にてセガとカラフルパレットによるプロジェクト世界の初音ミク、鏡音輪の 3D モデルが初披露され、ステージにてピアニスト、マラシーと共に、チョコレートディスコ、露心誘拐、千本桜、天月つねなど、計10曲の楽曲を披露した。そのうち、 空想少女への恋手紙が YouTube とニコニコ動画にて公開されている。2020年2月10日には前述の川崎ジャズ追加公演としてライブセッションマラシー・ウィズ・初音ミク鏡音リンピアのアコースティック・ライブ・インス・のミクが札幌市民ホールにて開催。前回に引き続きプロジェクト世界モデルのミクとリンが楽曲を披露したほかオリジナルキャラクターより 星野はじめかが初登場し、ロストワンの合国、ロキを披露。人間とボーカロイドによる世界バージョンが初披露された。ゲームリリース後に開催されたライブコンサートは以下の通りである。本作では、リリース開始前日の2020年9月29日に、二次創作に関するガイドラインが公式サイトにて公開されている。オリジナルキャラクターに関しては、セガ、 カラフルパレット、クリプトンフューチャーメディアの定めるガイドラインの適用範囲において二次使用が許可されている。具体的には、非営利目的の場合に限り、本作を題材とした、導入誌、導入グッズイラスト、漫画、小説などの作成、展示、配布や、全年齢対象のコスプレ衣装の作成、配布、写真、動画が許可されている。非営利目的には、 実費程度の対価を受け取る場合も含まれており、その範囲内での販売は許可されている。ただし、本作や他者への権利を侵害する内容などは禁止されている。SNS や動画共有サイトにおける本作のプレイ動画やストーリー内容の動画、静止画などの投稿については、本作のゲーム内の内容を取り扱った動画であれば許可されている。ただし、 開催期間中のイベントストーリーの内容がすべてわかるような投稿はネタバレ防止のため禁止となる。ただし、イベント終了後はストーリーの動画投稿を含め許可されており、イベント開催期間中も感想や4から5タップ程度の動画、1ツイートに4枚程度のスクリーンショットであれば許可されている。楽曲に関しては SNS や動画共有サービスへ投稿は、 許可されているが、楽曲視聴を目的としたデータの抜き出しや投稿は禁止されている。また、各楽曲の権利者より申請があった場合や、関係者への権利侵害があった場合は削除の対象となる。YouTube パートナープログラムなどの標準的な広告収益モデルに関しても許可されている。ただし、投稿されている内容が不適切と判断された場合は削除の対象となる。 その他、公式が公開したアニメライブ、生放送番組などの実写、アニメーション作品をユーザー個人が複製して投稿することは禁止されている。クリプトンフューチャーメディアが権利を持つ、メイコ、カイト、ハツネミク、鏡ガミリン、レン、メグリネルカのピアプロキャラクターズに関しては、本作リリース以前よりすでに定められているピアプロキャラクターライセンスと、それに基づいた、 キャラクター利用のガイドラインが優先的に適用される。このライセンスの内容に沿ったものであれば、キャラクターを用いた無償の範囲での二次創作活動が公式に認められている。また、実費程度の対価を受け取る場合には、二次創作物の反復のため、ピアプロリンクという仕組みが提供されている。また、プロジェクト世界のオリジナルキャラクターに関しては、ルールに定める。 範囲内において、ピアプロキャラクターズと同様に、ピアプロへの投稿が認められている。本作は、配信から約2ヶ月後に開催された、Google Play ベストゲーム2020ユーザー投票部門、ゲームカテゴリーにて最優秀賞を受賞した。ユーザー層はリリースから、半年の時点で20代前半までのユーザーが、全体の8割を占めている。その中でも10代が、 約5から6割を占めており、男女比率では男性ユーザーが4割、女性ユーザーが6割強であった。1周年となる2021年9月時点で月間アクティブユーザー数が月200万人を毎月超える形となっている。本作のプロデューサーの一人であり、クリプトンフューチャーメディアで音楽ソフト、初音ミクの開発を担当している佐々木渡は、 本作をバーチャルシンガーにとっても大きな影響を与えたプロジェクトと評しており、協業先よりミク以外のキャラクターはそれほど人気がないと思われていた。バーチャルシンガーたちが SNS で評判となり、様々な事情で取り組めていなかったメイコやカイトをはじめとした初音ミク以外のバーチャルシンガーの開発、技術投資にも影響したと語られている。プロデューサーディレクターの近藤は、 本作の人気に関して、初音ミクやボカロ自体の人気に加え、リリースされた2020年に、ボカロ P や歌い手出身のアーティストが、ヒットチャートの上位に登場するなど、活躍の幅が広がった時期に偶然、プロセカが重なった結果、さらに支持を得ることができたとも考えており、この企画を昔にやっても支持されなかったかもしれないと、後のインタビューで語っている。ありがとうございます。